ウィリアムズ・インターナショナル FJ44 から3月、ウィリアムズ・ FJ44 は、ウィリアムズ・インターナショナルとロールス・ロイスが、軽量ビジネスジェット市場に向けて製造している、小型、二軸のターボファンエンジンシリーズである。近年、超軽量ジェット機市場が、ブームになるまで、FJ44 は、民間機で、使用可能な最も小型のターボファンエンジンであった。 FJ44 は、ウィリアムズの設計に基づいているが、初期の段階で、ロールスロイスが、プロジェクトに参加し、エンジンの空冷高圧タービンの設計、開発、製造を担当した。FJ44 は1988年7月12日に、スケールドコンポジッツ、ビーチクラフトトライアンフで、初飛行を行った。 ウィリアムズ FJ33 は FJ44 の設計に基づいたより小型のエンジンである。1992年に水力 1900LBF の FJ44 から 1A の量産が開始された。これは2段の低圧タービンで駆動される直径20.9イン20.9インの1段ブリスク式ファンと1段の中圧ブースター。 一段の非冷却高圧タービンで駆動される一段の延伸式高圧圧縮機で下級される。燃焼室は衝突冷却式の環状の設計である。燃焼は通常の燃料空気混合器や機械機ではなく、珍しい回転燃料、ノズルシステムによって燃焼室に供給される。バイパスダクトはエンジンの全長と同じ長さである。 水力 1900LBF での国際標準大気海面高度で静止状態での単位水力ごとの1時間あたりの燃料消費率は0.456ポンドアワーズ LBF である。水力を 1500LBF に低減した派生機種である FJ44 から 1C の燃料消費率は0.460ポンドアワーズ LBF である。 水力を 2300LBF に上げた改良型の FJ44 から通営は1997年に投入された。コア流量を増やすため2段のブースターが追加され、ファンはより大きな21.7インとなった。応力が考慮され、空気力学的により低い圧縮比になり、高圧延伸式圧縮機の圧縮比が FJ44 から1よりも下げられた。 他には、排気混合器と電子燃料制御装置を導入した。水力 2400LBF の FJ44 から C、2C はマイナス 2A と類似しているが、統合型油圧機械式燃料制御装置を導入した。2004年に、さらに改良された、水力 2820LBF の FJ44 から 3A が投入された。これはマイナス 2A と、 類似しているが、ファンの直径を拡大し、デュアルチャンネルのフォデックを装備している。水力 2490LBF の FJ44 から 3A-24 はマイナス 3A の出力を下げた機種である。2005年に、新しいローエンド版の FJ44 から 1AP が導入された。離陸水力は 1965LBF で、 燃料消費率を5%改善し、内部温度を低減させた。マイナス1 a p はマイナス 1A と類似しているが、ファンの圧縮比が上がり、新しい燃焼室と低圧タービン、新しい全長を覆うバイパスダクト、排気混合器、デュアルチャンネルのフォデックを装備した。2007年に、水力 3600LBF の FJ44 から4が投入された。 これはマイナス3よりも直径が大きいハイテクファンを備えている。2010年3月の時点でこのエンジンはセスナ CJ4 サイテーションジェットのみに搭載される。ピラタス PC-24 に搭載された FJ44 から 4A はパッシブ水力変更と静かなパワーモードを備えパフォーマンスと効率の面で利点を持ちエンジンを補助。 電源装置のように使用することが可能である。以下の航空機は FJ44 型のエンジンを搭載している。ありがとうございます。